地域の100の課題から100のビジネスを創出する株式会社小高ワーカーズベースの和田と申します。私は福島県南相馬市小高区という原発事故で一度は無人となってしまった町から今日参りました。そこで多様なローカルビジネスの創出に取り組んでいます。 現地について、まあ、おそらく震災当時のネガティブなイメージのままの方も、まあ、多いんじゃないかなと思いますので、今日は、あなんだか避難指示区域だった街って面白そうじゃないかと、なんかそんなふうに感じていただきたいなというふうに思っています。そんな私はあの以前、東京でシステムエンジニアとして働いていました。2005年には U ターンしまして、まあ、今でいうリモートワークですね、まあ、それで2社の、ベンチャー2社の CTO をやらせていただいてました。 しかし2011年3月原発事故が発生自宅が避難指示区域となった私は家族とともに6年間もの避難生活を余儀なくされました自宅にいつ戻れるのか、まあ、戻ったところで暮らせるのかそんな先行き不透明感と大きな喪失感そして何より家族と自分自身の大事な大事な人生がテレビのニュースに映っている一握りの人間の意思決定によって振り回されている この理不尽に対する怒りとそれを許している自分自身の情けなさこれらの感情はベンチャーでいくら経済的な成功をしたところで払拭できるものではないとまあそう感じるようになりましたこれは震災の翌年に地元の神社で撮影した七五三の写真です住民不在のゴーストタウンで七五三を申し込んだのは我が家だけだったそうです私たち家族はいずれに帰還するとまあ意思を固めていたんですが 多くの住民はいやもう店も仕事もゼロの街で暮らすことなんかできないよと口にしていましたしかしその店や仕事を作る事業者からすればいやいや住民ゼロの街で商売なんか成り立つわけないと、まあ、そういう話に当然なってしまうわけなんです先に帰還するべきなのは住民なのか事業者なのかこの卵か鶏かの膠着状態がいつまでも続いていました僕はこの写真を見ながら考えました 今のこの膠着状態をブレイクスルーするためにはやはり仕事と暮らしを同時に作っていくしかないそしてそれができるのは子供たちと共に期間を決めている若い住民でかつ企業経験がある自分だけなんじゃないかそう気づいた時に猛烈な使命感が湧き上がってきましたそこでまず駅前に小さなコワーキングスペースを作って物理的な仕事ができる環境を整えました まだ街灯も消えたままの真っ暗な町にまず明かりを一つつけるというところからのスタートです次はお店が一軒もなかったので地元のお母さんたちと食堂を始めました、まあ、人もいない汚染された町に誰が飯を食いに来るんだと散々言われたんですけれどもおかげさまで大繁盛しましたそれだけでなくここに避難中の方々が食事に来ることによってバラバラにされた地域コミュニティが再生されていく そんな起点にもなっていきましたそのうちなあ,あいつらができるんだったら俺も再開しようと、まあ、そんな事業者さんもポツポツと出てきましたそれからやっぱスーパーとかコンビニないと帰れないよねと、まあ、そういう声を受けまして、まあ、公設民営でスーパーを始めましたこちらのお父さんオープン当日に涙を流しながら「いや和田君ありがとう」と握手を求めてきたんです実は彼は彼 震災当時まで地元でスーパーを営んでいましたおそらく、まあ、スーパー再開って本当ならば自分の役割だけども,もう年齢的にそんなリスクは取れないと、まあ、そういう葛藤を抱えていたんだと思います、まあ、でも肩の荷が下りたんでしょうねその強く握られた手のひらからその安堵感が伝わってきたときにいやこのお父さんのためだけにでも自分が頑張ってやってよかったなと自分も思わず涙ぐんでしまいました こうして生活環境が少しずつ整っていったんですけども一方でこう住民には強い諦めの気持ちもあったんです、まあ、それはですね、まあ、とはいえ若者たちはもう帰ってこないよねということですそこで若者たちに魅力的な仕事を作ることで、まあ、期間は難しくてもまずは通勤ぐらいの動きは作り出そうと考えました ターゲットにしたのは子育て中の女性です。なぜなら帰還するかどうかの決定権を握っているのは彼女たちだからです。始めたのはハンドメイドのガラス工房です。家庭の事情に合わせて自律的に働きながら、かつ可愛くておしゃれなものを生み出せる職人になれる。そんな仕事で彼女たちに訴求できるのではないかと考えました。私も職人になりたいと。 そう熱望して無人の町に通い始めた彼女たちは7年間でこんな素晴らしい作品を生み出せるようになりました工房には人々が訪れるようになりさらには美大や専門学校でガラスを学んできた若者や外国人までもが職人になりたいとこの避難指示区域になった町に移住するようになってきましたしかしここまでやってきて痛感したのは やっぱり自分たちだけで100の事業を作るってのはめっちゃ大変だなというところですそこで企業希望者の誘致と支援ということを始めました住民ゼロからのフロンティア一緒に開拓しようぜとそんな呼びかけに賛同してくれた13人が移住してうち7人が起業しましたこの後登壇される佐藤さんもその一人ですそして起業家たちのよりどころとして宿泊できるコワーキングスペースを始めました 昨年からは29歳以下の創業支援プログラムをスタートすることによって被災地支援ではなくて自己実現のフィールドとしてこの小高くを選択してくれるそんな若者が増えてきましたこうして直接的間接的に生み出した事業は22となりました100まではまだまだ遠いんですけれども原発が廃炉される3四4 0年後までには必ず実現したいと思ってますそそしてその頃には、 1000人を雇用する1社に依存した、まあ、そんな地域じゃなくて10人を雇用する100の多様な事業者が躍動するそんな自立的な地域に生まれ変わっていると確信しています。ここまでの話を聞いていやなんだか面白そうな地域じゃないかと気になってきた皆様ぜひ、成熟しきった日本に突如生まれた未開拓の地そしてこれから大人になっていく子どものような街これを体感しにいらしてください。 お腹でお待ちしております。ありがとうございました。